たっのゴーゴーン日本食列伝ファイルナンバー一そのゲですね。選手情報がありましたけど。<laughs> えー、六本木浜と串之房社長の犬井晴子さんですよ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー。六本木のふぐの浜とが三十周年になりまして、えー、串之房は串之房でいろいろ展開されているという話を先週 次回、えー、前回伺いましたですけども、えー、おそのフグにオリーブオイルと塩を合わすという話まで来たんですがオリーブオイルを探しに行ったところまで,でしたね。そうで,す、ねはい、でまあ白トリュフの雑炊で自らが感動して、うん、でまあ,あの半年間あのあとかけて、はい、その白トリュフとフグのコースをずっと考えたんですよね。<ー>でまあ、どうしても必要だだっったたののオリーブオイルだったので そのトリポリっていうところで出会ったオリーブオイルをあのお願いしてそれが一番フグとトリュフに合うとそうですねあの現地でやっぱり生産者の作りを見て丁寧な作りとその本当にこうオリーブを愛してあの本当に手摘みでやってるって感動しちゃってですねこのの人はで僕は僕ただその 人はなかなか売ってくれなかったんですけど、うん、フグっていうキーワードはやっぱり世界で通じるんですよ、ね、あそうですかで僕はそのフグ料理っていうものを世界的な料理にしたいのでうん、うん、あなたの力が必要だってっ、ねえー、そ,のそこのトリポリのオリーブオイルっていうのは、うん、それほど一般流通はしてないて全然してないですね<ー>あの それこそアランデュカスのルイキャンズでお土産に売ってたりはするんですけれどもほぼしてないですねそれとの出会いが大きいですねそうですねそれ大きかったですねそれでまああのオリーブオイルはゲットしでまああのモジオモジオもねモジオっていうのはまあ広島とかでよく言うミネラルタップどういう風に作るんですか海水ともぐさもぐさと一緒に焼く お塩ですよねうんうん、うん、で煮詰めてて文字を、はい、で、まあうん、豆腐のにがりとかにも使ったりしたりするんですけれどもその塩とお最初お豆腐屋さんから仕入れたんですよねその塩とオリーブオイルと、うん、それであの白トリュフ、うん、それで、まあ、あの次の年にふぐ刺しにでっさにかけたりうん、うん、もうお鍋に最初からかけちゃったり。うん っていうことをこう模索しながらやってたんですよ。三週間だけ。うん、も三週間しかやんなかったんですけど、最初の月は。うん、で、週に五十人で決めて、百五十人。うんうん、でもそれが大変なのは、二週間前にトリフを仕入れないといけないんですよ。はいはい、トリフ高いですかね。高い。ですよキロあの時八十万しかかったですからね。キロっていうとだいたい一キロえっと元骨ぐらいですか。一個が百グラム。 1 0 0これが1 5 0ムぐらいあるかな78個で5 0 0グをさっきに仕入れるわけですよ2週間分さっきに予約するから出るかかかどうらない80万円分でしょ出るかどうか分からないじゃないですかダメだったら全部食べちゃうと思っちゃうんねまた風にも落ちるしねそうそうそうはよ食べんとだからねその僕は今白トリュフの麩が 成立してんのは、うん、その時の勇気だって僕は思、思いますね。うん、だってそれはまあ、うん、いろいろイタリア料理もフランス料理もありますけども。うん、トリュフの消費量は相当多いんでしょ多いですね。ね、はい。一、今一週間に一キロぐらい使うんですけども、<ー>その時に、まあ。あの、三。五百グラムずつ。三週間予約して、三週間だけあった時にですね。うん 完売したんですよ、ね、お,<ー>お客さんが食いついてくれてうん、うん、それから徐々に3週間が1か月になり、うん、40日なり50日なり今は大体いい11月の末ぐらいからですかいや今はもう10月1日から10月1日からトリュフ出てますかトリュフはで僕は白トリュフは白,白子と合わせたかったので、うんで11月の中旬からクリスマスまでて、ね、っていうのをやったんですけどうん、うん 年面白いのが白トリュフとマツタケ合わせてるんですよ。それはねものすごいキノコキノコおいしいイタリアと日本の最高のキノコとフグ。そういうことでこれも今年30周年を迎えて新境地ですよね白トリュフとマツタケとフグっていうようなこれこの流れから白子になりクリスマスで終わるんですけど。 白子と白トリフでホワイトクリスマス、はあ、シャンパンで、いいですね。愛を告白しましょうっていう、えー、もうなんか和食じゃなくなってきてますよね。大体 <laughs>、ねはあ、白身魚でちょっとねっとりしてるから、やっぱそこにオリーブオイルとかあのお塩のちょっとね、うん、しょっぱさで、うんえー、もうだん断然そのまあ魚の味も引き立ちますしね。そうですね。うん、であとそのオリーブオイルで、まあ一番僕は常に考えてるのは。うんうん ふっフグってやっぱ肝でフグ刺し食べてさ食べたりおうおう雑炊作ったりっていうのがやっぱりこう往年ね、うん、大阪とか九州ではやったんですけど、うん、今もう全国的に中止禁止になってるじゃないですか肝ねむしろやっぱりこうくしの棒もあるし、うん、浜東で摘発されて誰かね、うん、中毒でどうのこうのってやったら大変なんで、うん、まあ最初から使わなかったんですけど、うん、僕は言うのは キムは油だとだから合法でオリーブオイルをねちゃんとうまく使えば美味しいしかもトリュフもあったらトリュフもあったらそういう意味で言うとまあ僕は成功法でやってるわけですねでもこんななかなかないようにしかもシャンパンとかも充実してるしねそうですねまた合うんですよこれがまたシャンパン合うシャンパンに合わせようと思ってオリーブオイルと塩っていう 逆の発想だったんですからね、うん、でまたそこに横にポン酢もあってポン酢にちょつけた後にオリーブオイルにつけてもまたおいしいあり,あ,りあ,りありです。果てしないですねオリーブオイルというのは。うん そういう意味でいうとそのフグ料理っていうのは、うん、いろんな可能性があるので、うん、まあこれからも、まあ、カツにしたり、ね、そうフグのカツ,、ね、カツこれが途中で出てくる時があるんです <laughs> カツ丼にしたそれでもそのそこのカツ丼に使う卵っていうのがトリュフと一緒にこう隔離してあって <laughs> 卵そのものにトリュフの匂いがついてたりとかねいろいろありますから、まあ、あの手この手で、えー、まあなんせお客さんを驚かせたいっていう 一心で、いろいろやっております。うん、そうですね。一年間。また、あの、この度は三十周年ということで、えー、室内も、あの、改装しまして。そうなんです。また、これが一流の、あの、デザイナーの。うん、の森田康光さん。大地真央さんの旦那さんの。森田さんの。説明機関、なんか、なんか、こうね、あの、なんていうのかな。えー、っと。 フランクフルトソーセージの白い長いやつみたいなのがおけ刺さってるんですよ。<laughs> <laughs> なんかいろんなの魚の骨みたいな、ね。そうそうそう。聞いたらあの白いあの陶器の中にはい。フグの骨が入ってる。フグの骨が入ってる。聞けな、分かれる。かない分かれる。<も>そういうところがまあ大事なんやろうね。そうですね。うん<ー>。まあでも彼は天才ですね。うん<ー>。僕はあの前のシーズン三十周年に向けて改装は決めてたので。ええ よよくく来てれるんんです森田さがそれで一緒にフグを召し上がりながらここはこ内いとか内緒とかとか半年間かけてレイアウトとかしたんですけどデザインは一切僕は文句言わないから森田さんが提案した通りにやりますって最初から言っててレイアウトとかお客さんの流れとかは僕がいろいろお願いしたりしたんですけど。 パッとこうプレゼンテーション見た時にねもう感動しましたねこれはすごい店になるなっていろいろでもね説明機関の分かれとか容器あるからまず入り口の右手にハマトって書いてある表札みたいなやつもプラチナのやつやし店入って一番右の奥のところにんかフグが一匹飾ってあるんですか覗き穴に 覗き穴を覗けばふぐ、うん、小さなふぐちお奥の席の人 <laughs> そ<う>すら気遣いねえねえ鰭酒のね鰭を干す板あるじゃないですかでまあ普通はだいたいこうい普通の板にペタ,ペタペタ貼るんですけど、うん、それがカッシーナで作ってくれたりねこだわってるこだわってる貴重な分かれ奥の部屋のあの間接照明の丸い板はふぐ刺しをモチーフしたり、うんお まあいやいろろそういうのが大事なんですよやっぱりねうん,うんまあそんなわけで一,一度ぜひ浜と、まあ、これから年末店の方も混雑しますがお昼の12時からやってますからそうです12時から投資で投資でやってますから、はい、で僕はいろいろこう店をやってる中でですね、うん、いくら予約しても取れない店っていっぱいあるじゃないですかあります、ね、もう何ヶ月ましたか、うん、僕はね いいいいいつででもいいから来ててくださいっていうタイプで、うん、別にね2時でも3時でも席があるんだからもうこっちが頑張れば料理ができるんで本当にあの僕の料理はいつでも食べれますまあだからまあ午後昼下がりとか狙い目ですよね,そうですねまあ7時8時となるとね、まあまあ、こいっぱいなことが多いんですけどここ、うん、でもやっぱりこうあそこはもうい,ついつまで行っていつまで 待ったら入れるのか分かんない、次、僕、この前京都でご飯食べてて、じゃあ次、今度美味しかったからまた来ようって、予約、うんうん、今度いつ空いてますかって言ったら、ゴールデンウィーク明けですから、ね、ああるあるそれはちょっとね、予約してる方も、いや、まあ、でも僕らも、まあ、<laughs> 抑えとかんことにはいけないから、抑えたりするんですけどね。<laughs> マ童はじゃあそういう感じでウェルカムというかその本体のふぐなんですけれどもこれは仕入れ先とか決まってるんですか仕入れ先は特に決めてないんですけどでででもも天天然然すすんね大体愛媛あと豊後水道で裏技がね最近できましてね氷見日本海側日本海側あれがねこの前台風やったじゃないですか来台風でも あの瀬戸内から全滅の時に秘密から送ってくれてすごい助かりましたね。えー、それはでもこれは秘密やなこれは文語水道やなとか違いはわかるんですかな。ほぼわかんないですね。で天然か養殖の違いはわかりますか,かす。天然と養殖はねあもう確実に違うのはヒレ,ヒレが噛み合って、うん、あの全然ダメだったりであとまあフグの身を、うん、まあ僕は一番違うと思ってるのは。うん 天然は大体さばいてから2日ぐらい置いて、はい、2>, 2日ないし3日ぐらい置いて、うん、寝かしてね寝かして熟成させて、うん、アミノ酸を分離させてうん、うん、ねっとりした状態で食べるのが一番最高においしい状態で養殖のふぐはさばいたらすぐ食べないといけない、うん、どんどん劣化していくのでそれが一番大きな違いだと思いますね。<ー>うん、なるほどいいやこれからえ一番の美味しい 冬の油が乗り切るのは。年末年始ぐらいですか。そうですね、12月から、まあ2、二月。で、白子が出てしまうと、ちょっと後は痩せていく感じですか。まあ、うちは3月いっぱいまでしかやらないので、あの、それは大丈夫ですね。うんうん、ただ4月中旬、うんうん、まあ、大体29日でふぐ供養っていうのは下関があって。 であって4月29日で終わりっていうようなまあ大体そういう天然風化する流れがあるんですけどうちはまあ一番いい時でやめちゃおうっていうので3月31日でやめちゃいます、はいね。ぜひ機会あったら、はいえー お越しいただきたいと思いますぜひお待ちしておりますそしてまああのもともとお、まあ、浜戸は三十年ですが串の坊の方もまたこれ、えー、大阪の安倍のハルカスとか阪急百貨店とか調子よるしそうですねね、安倍のハルカスびっくりしましたね<ー>いやあんなにいいとは思わなかったですね僕はだまだ一番上の展望台が開く前に行ったけど、はい、相手からまだすごいんでしょあれすごいです で、はいこ、夏休みうん、うん、なんでね。開けて5分で満席になって。 でなんか締めるまでずっと並んでたとかっていう話も聞くし、うん、ありがたいですも最近大阪に足向けていられへ、うんす <laughs> またそれがねあの全部この食材の下仕事がもう細かいんですよ細かい細かいまあ、うん、例えばまあいろいろエビには何を巻くとか、うん、どんなありました一番人気あるやつはどういうエ、まあ、エビエビにシソで巻巻くくエビでで一番まああいいろろるんですけどロ、うん パセリにセロリを挟む。で、ベーコンを巻いて、その上からキスで巻くっていう。キスか。キスのベーコン巻きっていうのはこれがまたね、しい。セロリとパセリも入ってた。入ってるんですよ。2種類入ってた。そんなも言わなわからへんもんね。言わなわかんない。これ、もう口で説明するの大変やから。キスのベーコン巻きです以上みたいな感じなんですけど、本当はセロリとパセリ。すごい、僕は好きですね。大変な量ですし、当然、あの、 まあ、あの仕込むところで仕込んで持ち込むものもあればで、はい、店で仕込まなあかんもんとかもあるでしょう。で、まあ、あのまあ大阪の百貨店阪急、うん、とハルカスは店まで全部し、うん、仕込んで、はい、あの配ってますねうん、うん、店と同じようにして。まあ従業員の人の管理とかも大変やと思いますけどもねまあ乾、まあ、さんの哲学がいろんな店舗に。 反映しているということで、串の房そして浜島、えー、さらに期待したいと思います。そういうわけで、日本食レツ伝ファイルナンバー1は、串の房と浜島の犬井晴子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。